相当とは国家元首またはそれに匹敵する国家の最高指導者の地位を表す名称の一つ。日本語における相当の語義は全体をすべくくることで日本での要例は全体主義体制国家の最高指導者の地位を示す要例とプレジデントの現代中国語訳であることから中華民国の国家元首を示す中華民国相当に対別される。 ドイツ史において相当はナチスドイツの最高指導者アドルフ・ヒトラーの地位に用いられる。ドイツ語でヒトラーの地位を意味する語はフーラーである。本来この言葉は日本語では指導者と訳されることが多い。このような意味を持つフーラーが政治運動の指導者の肩書きとして使用される端所となったのはオーストリア・ハンガリー帝国においてドイツ国民運動を率いた。 ゲオルクフォン・シェーネラーが1879年に自らの肩書きとしてフーラーでアドイッチなシしナランベベーグングを用いたことである。ドイツ敗戦後のバイマル共和国に成立した多くの政治運動も指導者の名称としてフーラーを採用した。ナチ党のフーラー1921年7月29日ヒトラーは国家社会主義ドイツ労働者党の幹部会によって大、 一議長に就任した。この頃からヒトラーの支持者であるディートリ・ヒエッカートやルドルフ・ヘスラはヒトラーの故障としてフーラーを用い始め次第に党内に定着した。ヒトラー自身はフーラーの子がどうして生まれたか知らないと語っている。ヒトラーはナチ党内の支配体制として指導者原理を採用した。これは党内を階層化し、それぞれの階層は それぞれの階層のフーラーに従い、そのフーラーは上位のフーラーにのみ任命され、従属しなくてはならないという仕組みである。また、党内の組織である突撃隊や新英隊、国家社会主義自動車軍団などの指導者には、新英隊全国指導者や上級大隊指導者のようにフューリアが付属した役職名が用いられている。ゲルトルート、 ショルツクリンクが就任した全国女性指導者は女性型の不倫が用いられている。首相期のフーラー1933年、ヒトラーはドイツ国首相に就任し、政権を掌握した。彼の公文書での官職名はドイツ国首相だったが、ナチ党員からはデア・フーラー・ウンとライクスコンツラーと呼ばれた。ヒトラーは就任直後に議会を解散し、 選挙活動を開始した。この選挙中の2月1日、ナチ党は、我々は国民と国家の指導者として、神に対し、我々の両親に対し、我が民族に対し、我々に与えられた使命を断固実現することを制約するものでありますというアピールを行った。選挙がナチ党の圧勝で終わった後の三月十一日、国会開会式においてヒトラーは次のような演説を、 行った。自らの民族への信頼に根差し、新たな共同体を形成せんとするドイツ統一の新しい運動が生まれました。この若いドイツに対し、各家は、高潔な決断をもって、1933年1月30日、来日の指導を託されたのです。南俊明、指導者、国家、憲法体制の構成ピアニッシュも、3、4これは、ヒトラーが、 ナチ党の勝利を従来の統治とは異なる。来非指導つまり、ナチス党及びその指導者であるヒトラーが民族と来非を指導するという新たな政治形態が信任されたと定義したものであった。この定義はナチ党の公式見解となり、第5回ナチ党党大会でヒトラーは、ナチス党は1933年1月30日、 来非の政治指導を委託されたと演説し、ルドルフ・ヘスも、党が民族意志を組織的に表現する。それゆえ、党が国民と国家指導の担い手であり、当然の結果として、党の指導者が国民と国家の指導者となったのだ。あなたは国民と国家の指導者として、我々の最終的勝利の保証人なのです。我々は、あなたの中に体現された国民と国家の指導者に、 大使心より歓迎の意を表するものですと応じた。ドイツ国のフューラー1934年8月1日、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領が既得になると、ヒトラー首相の率いるドイツ国政府は、ドイツ国及び国民の国家元首に関する法律を制定した。この法律の第一条には、ヒンデンブルクの死後に、ドイツ国大統領の官職は、ドイツ国首相の官職と統合される。 それにより、ドイツ国大統領の従来の権限は、指導者兼ドイツ国首相であるアドルフ・ヒトラーに異常される。彼は、自らの代理人を定めるものとするとあり、単に首相職と大統領職の統合だけではなく、大統領の権限が国家内の官職ではない人格としてのアドルフ・ヒトラー個人に異常されるというものであった。この法律は1934年4月1日に、 交付された来日信仰政法の来日政府は新憲法を制定することができるという規定を法的根拠としている。また翌日、ヒンデンブルクの死去に伴って発されたヒトラーの布告、原種法の執行に関する命令には内務大臣、ビルヘルムフリックに対し内閣により決定され、かつ憲法に基づき合法的に私の人格及び、 ドイツ国首相職に対しかつてのライヒ大統領の権限が委任されたと記述されている。この指導者権、ライヒ首相、アドルフ・ヒトラーという称号は、文字通りアドルフ・ヒトラーの人格を介した運動と国家の結合という前例のないものであった。バイマル共和国すべての大統領府長官を務めたオットー・マイスナーは、今回の立法措置により、指導者は、 国家の機関となり、また国家の人格となったと主張している。一方で内務省次官、ビルヘルム・シュトッカートは指導者の感触は国家法的に何か全く新しいものであるとし、独裁者でも絶対君主でもない。彼はまた立憲君主や大統領とも比較可能なものではないとしているが、あくまでも感触であると解釈している。一方で法学者、 ハイン・リヒト・リーペルは、指導者は、通常の法律用語の意味で感触を有するものでは、ないとし、ラインハルトヘーンもまた、指導者と感触の保持者は、本質的に異なるものであるとした。ヒトラー自身は、10年もすれば、相当という故障は、非人格的性格を持つようになるだろう。首相の代わりの公式名として、相当という称号を使うことになっても私は、一向に構わない。 つまらない人間が組織の、長に選ばれることはあり得るが、誰にでも相当の称号がふさわしいわけではないと、通常の感触と同一視していない。フーラーやその権限を定義する法律は最後まで成立しなかった。これにより、国家の枠外にあり、国家を超えるフーラーが、国家の上に立ち、憲法体制を支配するという体制が完成した。この手続きは、 8月2日のヒンデンブルクの死とともに発行した。しかしヒトラーはこの措置の正当性を問う投票を要求した。総統官邸長官ハンス・ハイン・リヒラマースが全く不必要な措置としているように投票はヒトラーの法的地位に関して影響を及ぼすものではなかったが、ヒトラーはドイツ国の新たな憲法体制を生み出す権限を先に 私に与えられた全権から導き出すことを拒否しなければならない。いそれは民族自らが決定するものでなければならない。として、自らの地位を民族からの委託に基づくものであることを示そうとした。8月3日、ドイツ国の国家元首に関する民族投票を行うことを交付した。またこの日の声明で、大費大統領の称号は、 偉大なるヒンデンブルクと不可分になったとして、自らは、公私もに従前通り、フーラー、うんとライクスコンツラーと呼ばれることを望むとした。8月19日に行われた投票は、投票率は95.7%、うち89.9%が賛成票を投じ、ヒトラーの地位は盤石なものとなった。翌日、ヒトラーは、ドイツ国は今日ナチス党の手の中にある、 民族同胞諸君の投票により、全世界に向かって国家と運動の統一が表明されたのだという布告を一切の肩書きなしで言った。これ以降、フーラーの使用が浸透すると首相の称号は重視されなくなり、1939年8月以降、公文書では単に、デア・フーラーと表記することが通例となった。その後、ヒトラー自身は単に名前を署名するだけで、 肩書きをつけることもなくなっていった。ヒトラーに対しても、相当我が相当の呼びかけが用いられ、ヒトラーが三人称で呼びかけられることはなくなった。1941年と1942年に開かれた当期救済事業の開幕式でヒトラーは、神は1933年1月30日、私に対し来日の指導を委託したと演説し、 ヒンデンブルケやドイツ民族がフーラーの権限の源泉であるとは主張しなくなっていた。フーラーによる統治スローガン、エインボルクエインライヒエインフーラーが掲示された、ナチ党の集会。1938年3月ナチ党の定義では、フーラーは民族の中から選ばれるものではなく、民族が必要とするときにより、工事の存在から与えられるものであるとされた。また、 フーラーの権威は、フーラー個人の人格と不可分であるとされた。このため、フーラーは、一回限りの減少であり、その権威を譲渡するのは、不可能であるとされた。フーラーの指導は、法規範によるものではなく、人格指導によって行われた。大統領や首相が、法律に定められた権限を持つのに対し、フーラーの権力は、民族の最終尾表や、 生存法則等の世界観以外の他のいかなるものにも制約されなかった。また、指導者はいわば無病の存在であり、民族共同体の唯一の代表者であると定義され、管理や軍人は憲法ではなく、フーラー個人への忠誠が求められた。また、政治家の権力は法や官僚機構によるものではなく、フーラーとの人格的距離によって権力が定まった。ヒトラーは、 フーラーの決定は最終決定であり、無条件の服従が求められなければならないと語っている。この思想はゲーリングが提唱した、フーラーが命令する、私たちは従うというスローガンによく現れている。1933年12月1日には、党と国家の統一を保障するための法律が交付され、ナチ党はナチズム革命の勝利の結果、 国家社会主義ドイツ労働者等がドイツ国家思想の担い手となり国家と不可分に結ばれたと定義された。しかしこれは党が国家に吸収されたというものではなく、党及び国家は民族の指導者の手の中にあって民族の最終目標に奉仕する一つの手段、装置として位置づけられたものである。これはヒトラーが我が闘争で国家は目的ではなく、 一つの手段であると定義したことに符合していた。しかし実際の現場において、党と国家の役割の区分は曖昧であり、その区分は、フーラーの裁量で行われた。このため、党機関や政府機関の間で権限をめぐる勢力争いが頻発した。フーラーに指導される民族には、指導者にとって望ましい民族であることが望まれた。このため民族には、 確一的な思想や行動をとる、強制的同一化が求められた。1942年4月26日、ナチスドイツ最後の国会でフーラーは、いついかなる状況においてでも、すべてのドイツ人に対し、そのものの法的権利に関わりなく、所定の手続きを得ることなく罰する権利を手に入れた。これによりフーラーは、法律や命令を必要とせず、発言すべてが、 法となる存在となった。ヒトラーは、最終的には、一党独裁体制下における、支配政党の党首、首相、立法権の掌握者、国家元首、国防軍最高司令官、陸軍総司令官を兼ね、国家のすべての権限を一手に握ることになった。ノルベルトフライはこのナチズムの統治体制を、フラースタットという言葉で表現した。 消滅1945年4月、ヒトラーは自殺に先立つ遺言書で大統領兼国防軍最高司令官にカール・デーニッツ海軍元帥、首相にヨーゼフ・ゲッペルス、ナチ党担当大臣にマルティン・ボルマン、陸軍総司令官にフェルディナント・シェルナー陸軍元帥をそれぞれ任命し、掌握していた権限を分割、フーラーの後継は指名されず、その地位は ヒトラーの死と共に消滅した。当時の日本では野党時代のヒトラーは党首首領などの肩書きで呼ばれていた。1934年にヒトラーが国家元首の権能を吸収した当初は大統領や首相の語も用いられたが、やがて総統が主に用いられるようになり、次第に定着した。総統の語自体は、 国家元首就任後まもない1934年8月4日から使用されている。ヘスの地位、ステルバートラター・デ・フェアーズも副総統等と訳されるようになった。ヒトラー氏後の日本語の新聞では大統領に就任したデイニッツの地位を総統と訳した事例もあり、その後もデイニッツを第二大総統とする資料もある。戦後、 ヒトラーの地位の日本語訳として、相当が一般的に使用され、国家元首就任以降のヒトラーのみならず、それ以前のヒトラーの地位に対しても相当の訳語を当てることが多くなった。この結果として、ヒトラーの地位としての日本語の相当は、次のような異なった使い方がされる状況にある。ナチ党の用語であり、ナチ党の権力掌握語は、ドイツ国においても用いられた。 ナチ党及びドイツ民族の最高指導者を示すフーラーの訳語。この形式では政権獲得後のヒトラーの肩書きは総統権首相、総統権宰相などと表記される。日本のナチス研究者のうち平井忠氏は野党時代と国家元首時代のフーラーは訳を区別するべきであると考えているが場合によっては野党時代でも総統を用いており村瀬沖雄は 大統領権限吸収以前のフーラーを指導者以後は総統と訳を区別している。1933年1月以降のドイツ国の首相であるとともに、ナチ党のフーラーであるヒトラーの地位1934年以降のドイツ国の国家元首であり、首相であり、ドイツ国及び支配政党であるナチ党のフーラーであるヒトラーの地位。位イタリアの総統は、 イタリア王国の独裁者ベニート・ムッソリーニの政治的地位、称号を指す。統領、統帥と訳される場合が多い。イタリア語では、指導者を意味するルーチェという称号が古くから存在した。これは、ラテン語の用語、官職名のドゥクスに由来し、リュッカやドゲと同じ語源である。近代では、イタリア三英決の一人である革命家、ジュゼッペ・ガリバルディを指し、また、 サボヤケによる国家や軍に対する統制権を意味した。イタリア社会党の若手政治家として将来を活望されていた政治家ベニート・ムッソリーニは政治的指導者という点からしばしばルーチェと呼ばれていた。やがてムッソリーニが第一次世界大戦への従軍を経てファシズム運動を起こすと自身が率いる退役兵団体、イタリア戦闘者ファシの隊員からもデーチェの称号で、 呼ばれるようになる。1921年11月9日、同年の国政選挙で議席を獲得していた、イタリア戦闘者ファッシオ・ファシズムを掲げる、政党、国家ファシスト等に再編した際、設立者のムッソリーには党首に当たる、初期長に立候補せず、政治家、ミケーレビアンキを任命した。表立って、権力を握ることを避けた形となるが、 ファシズムの精神的指導者という地位は変わらず、ルーチェという名誉称号が事実上の党指導者としての最高権力を意味することとなった。1922年10月31日、ローマ新軍で無血クーデターに成功したムッソリーには、王家と議会の承認を得て、イタリア王国における首相職である閣僚評議会議長に就任した。首相と同時に内務大臣と 外務大臣も兼務しているが、この時点では独裁的な権限を得ているわけではなく、また多党制による連立政権であった。しかしファシズムによる新体制構築のため、段階的に権限は強化された。1925年1月3日、議会演説で独裁の実施を宣言し、同年の交誕祭に主席最祥及び国務大臣に就任した。同職は、 政府の長であることが強調されるなど、従来の首相職より大幅に権限が強化され、内閣の政令に法的拘束力が与えられたことと、合わせて議会の権力は大きく後退した。続いて、連立与党の解消や反ファシズム政党の解散命令を行い、1929年3月24日の総選挙で一党制も確立された。 1930年代前半には、ムッソリーニの独裁権はほとんど完成していたが、唯一軍に対しては、決定的な権限が及んでいなかった。1938年3月30日、対エチオピア戦勝によるイタリア帝国成立に伴い、帝国全体の統帥権として、帝国原水主席を創設した。ムッソリーニは、帝国元帥主席にイタリアを及び、 エチオピア皇帝となった主君ビッオリオエマヌエーレ3世と共同就任することでカルロ・アルベルト憲法制定以来サボイア家の最小として初めて統制権を分与され独裁体制は完成された一方貴族としての社位は辞退しているが代わりに帝国の建国者という名誉称号をサボイア家より与えられているドイツのフーラーあるいは 主導者権ドイツ国首相との違いは、権限を縮小されつつも、君主という概念を維持し、また完全な国家元首となることには、慎重な姿勢を見せていた点である。独裁体制における唯一の弱点はヒトラーからも懸念され、ムッソリーにも十分理解していたが、敗戦国として、すでに君主制が廃止されていたドイツと君主制を足がかりにして、独裁を築いたイタリアとでは、 政治の前提状況が大きく異なっていた。1943年7月25日、連合軍の本土上陸に伴い、最初からの優待を求めたエマヌエーレ3世の直令に従ってムッソリーニは、首席最初及び国務大臣から退任し、後任にはピエトロ・バドリオ陸軍元水が就任した。しかし、ルーチェの称号は引き続きムッソリーニの権威を、 意味したままに留め置かれ、幽閉状態から救出された後に、ヒトラーの要請を受けて、イタリア社会共和国と、共和ファシスト等を樹立すると、今回は、共和制国家の国家元首となった。その際、国家元首の称号として、正式にドゥーチェが使用され、ドゥーチェデラレイブーブリーコソスヤルイタリアーナとされ、これまでの名誉称号から、正式な役職となった。スペインの総統は、 スペインの国家元首、フランシスコ・フランコの称号を指す。フランコの肩書きは時代によって変化するが、一般にスペイン語でカウディーヨと呼ばれていた。カウディーヨは、ドイツ語のフーラー、英語のリーダーに相当する単語で、本来は、頭目や親分を意味するが、東領とも訳され、スペインやイスパのアメリカでは独裁権を握った、政治、軍事指導者に対して使用された称号である。 フランコの称号としてヘンラリーシモもあるが、これはジェネラルに指大事の意思もがついた語で、将軍の上位にあって、陸海空の三軍を統括する地位を意味する。このスペイン語の単語は、大元帥、総帥、総司令官などと訳される。スペイン内戦で反乱軍内の指導権を確立したフランコ将軍は、1936年10月1日、 ウルゴスにおいて反乱軍の総帥に指名され、反乱軍側の国家主席に就任した。その際、フランコは国家元首としての事故の称号と定めた。以後、フランコは軍隊の総司令官として総帥、国家元首として総統と呼ばれることとなる。フランコ政権は1938年1月30日に内閣制度を導入し、フランコは 国家原始権首相となった。その後、1939年3月27日に、フランコ軍は首都マドリードに入場、31日にはスペイン全土が制圧され、4月1日フランコは内戦終結宣言を発した。こうして、明日ともに独裁体制を確立したフランコは、さらに1947年、王位継承法を制定し、スペインを 王国とすること、スペイン国の国家元首をフランコ総統とすること、またフランコが終身の統治権を有し、後継の国王の使命権を持つことなどを定めた。この王位継承法は7月16日の国民投票によって成立し、フランコは終身国家元首の地位についた。フランコ総統は1969年自分の後継者として、 元国王アルフォンソ13世の孫フアンカルロスを指名した。その後1973年6月に首相を辞任、1975年11月に82歳で死去した。その2日後、フアンカルロス1世は国王に即位した。それまでの言動から独裁体制を継承すると思われていた国王であったが予想に反して民主主義体制の整備を急ぎ、 1978年12月、国王の権限を儀礼的なものに限定して、権力分立を定めた憲法を国民投票による承認を受けた上で交付した。こうして、スペインの独裁時代は幕を閉じ、総統の称号も消滅した。クロアチア独立国では、独裁者アンテ・パベリッチがパグラベニックの称号を名乗っており、これが国家指導者、または総統と訳される。 建国当初、同国の国家元首は国王トミスラブ二世だったが、これは形式上の地位にとどまり、ポグラブニクであるパベリッチが事実上の国家元首であった。さらに、1943年にはトミスラブ二世が退位したため、パベリッチはポグラブニクの称号のもとに、名実ともに国家元首となった。とは言うものの、クロアチア独立国自体が、 ナチスドイツの保護下にあるクグツ国家であった。ルーマニア王国では1940年、イオン・アントネスクが国民投票の結果、カンダ・カターにつき、1944年にルーマニア革命で失脚するまでルーマニアの事実上の独裁者となった。カンダ・カターは英語のリーダーに相当するルーマニア語であり、国家指導者と訳すのが通例であるが、相当と訳す場合もある。 ただし、ルーマニア王国には国王がいたため、アントネスクの地位は国家元首ではない。一般に中国語では、英語のプレジデントを総統王と訳す。例えば、アメリカ合衆国大統領も吉国総統と呼ぶ。中華民国建国当初の国家元首は臨時大総統だった。1912年に、小代表からなる臨時大総統選挙会により、孫文が、 初代臨時大総統となった。なおこれは、臨時に、大総統についたという意味ではなく、臨時大総統という地位である。同1912年、孫文の推薦と臨時参議院の議決により、遠征外が二代目臨時大総統となった。そして1913年に、初代の正式な大総統となり、以降、北京政府は大総統の称号を使い続けた。その後、 国民党によって組織された国民政府では主席を国家元首の名称として使用していたが1948年に初代の総統に小解析が就任して以降は中華民国の国家元首は総統の名前を用いている国民からの民主化の要求が高まり自らも民主化を望んでいた李登輝総統は1996年 相当の直接選挙制度を導入した。この改革により、相当の地位は、建国の父孫分が模範としたアメリカ合衆国の、大統領と直接選挙と間接選挙といった、選出方法の違いや首相職の有無などはあるものの、権限及び、権威の面で非常に似たものとなった。日本語を学習した台湾人には、日本語でプレジデントを大統領と訳し、 総統の要領が常実のようなものであることから、日本人に自国の国家元首を総統と呼ぶのを避け、大統領と説明する者も,もいる。ノルウェーでは、新独ファシスト政党の国民連合党首、ビドクン・クビズリングがヒトラーに習って指導者を名乗った。ただし、これを総統と日本語訳した例はない。第二次世界大戦末期。 ハンガリー王国の統治者だったホルティミクロー主失政は、単独で連合国との講和を模索していたが、これを阻止しようとするドイツは1944年10月15日に、パンツァー・ファウスト作戦を発動させた。翌16日、ホルティはドイツ軍に強要され、民族主義政党や十字党党首のサーラシ・フェレンツを首相に任命し、失政を退任。 亡命の名目でドイツに連行された。サーラ氏は同日中に内閣を組閣し、16、閣僚中半数を野獣児党のメンバーで固めた。また、総統を名乗り事実上の元首に就任した。自由インドカリ政府国家主席兼インド、国民軍最高司令官スバスチャンドラボースは、ネーター g の継承で呼ばれる。上記のように、全体主義国家。 ファシズム一党独裁国家の指導者の称号としての用例が多いため、日本語のフィクション作品においては、ヒトラーをモチーフとしたキャラクター、悪の国家の元首、悪の組織の狩領に対して相当、または類似の称号を名乗らせている事例がある。ありがとうございます。